分通れるね、多分ね通れそうですね。はい、箱根峠方面行きます。あ、通れるね。ずっと通れなかったからね。箱根峠まで全面通行止め。夜か、この時間帯は大丈夫そうです。確かね、通れるような話を聞いてきたからね。ゆっくり行こう。とりあえずね、十国峠に寄りたいんだよな。お、はい、十国峠に寄りたいと思います。あっち行けないのかな。あとね、屋根をつけたいんで。はい、十国峠でしたってことで。ただね、トイレに寄っただけですけどね、うん、はい、行きましょう。さて、どうやって帰るか、まあ、箱根峠行ってどうしようかなって感じですね。これはまっすぐ左折禁止って書いてある。はい、で箱根峠行ってどうしようかな。高速で帰るか、ぼちぼち下道から帰るか。高速の方が早いんだよな。高速で帰りたいと思います。まあ動画的にはね、箱根峠を降りた時点ぐらいで終わろうかと思います。あ、ちなみに屋根はつけましたね今、うん、ちょっとね、あんまり天気が怪しい。今回はなかなかの旅路でしたけど、まあでも県内なんだよねよく考えたら。県外出てないっていうね。静岡県で行けな。あ、前から車来ますから多分通れますね。片側通行かな。ね、その夜止めるっていうぐらいだから。よし、でも今日は楽しかったな。でももう全部順調できたからな。これで動画が消えてたら笑うけど笑いねえよはい、でもまあ楽しいですよ。いい思い出になります。それが動画になって残るからね。今はすごいいい時代っていうかね、すごい時代ですよね、うん、まあ自分の脳裏に思い出を焼き付けるのもいいですけどね。僕の場合すぐ忘れるんで結構ね、このね、十国峠から箱根峠に行く道もなかなか面白い道なんですよね。侮れないというか、まあ、この先やっぱこういう工事やってますね。片側通行、よいしょ。あの台風19号の影響がまだ続いてるってね、うん、
えばね、あの被害受けた方々って大丈夫なのかな。全然報道されないよね今ね。ね。なんかその後みたいのもちょっとちゃんとやってほしいんだけどな。今もうコロナウイルスのことばっかだな。まあ今日は、マッキーの逮捕だと思うけど。あ、片側通行です。止められるかな。あ、行っていいみたい。よかった。この辺、あ、この辺が崩れたんだ。ああ、結構崩れてる。これ仮の橋だね今。すげえね。あそこは そういう崩れ方したんだ。道路がもう崩れて下に落ちてましたね。でなんとか片側で橋を架けたって感じですね。ずいぶん長いこと通行止めで通れないなとは思ってたけど、あれ見たらしょうがないですね。もっと土砂がこうやって逆に崩れてきたかと思ったんですよ。そうじゃないですね。もう道路自体がもうなかった。あれは相当かかるな。本当のちょっとの区間でしたけどね。なるほどね。つい最近だよね、あのここね通れるようになったの。まあ夜は通れないみたいなんで気をつけてください。朝の何時だっけ、7時か8時ぐらいまでらしいから。でつい最近までねここまで通行できなかったんですからね、うん、ここですね。特に看板出てねえや。誰もいないんだけど。空いてないっていうか客がいない。バイカーズパラダイス、はい、あ、車2000円だ。ちょっとそれはないわ、それはないわ。まあ、本当に遠くから関西の方から来てそこに止めてみたいな感じだったらいいかもしれないけどね。みんなで来てね、でバイクを借りて箱根とかを遊ぶとかね。あれ知らない人が困惑するよね。お、富士山綺麗。あ、なんかあるから寄ろうと思って入っちゃう人もいるんだろうな。よし、でこのまま箱根に抜けて、まあ、箱根の1号線で帰ります。芦ノ湖とか行ってもいいんだけどな。またにしよう。また箱根とかね行ってもよかったんですよ。ちょっとあんまりね話数を増やすと、うん、案外伸びないんで、またの機会に、またネタがない時ね行きたいと思いますんで。あ、この辺もすげえ山崩れてるわ。この辺はもうそのまんまだね。もう直せないんだ。去年のことですからね。ちょっとここのね1号線の合流がちょっと難しい。いいと思うんだけどな。ここ左行けるんですけど、合流がね下手すると難しいんで。あ、行けそう。
構ね、まあ、赤で行けるのはいいけどね。はい、ここがね箱根峠です。で今ね三島方面に降りていきます。はい、まあ箱根峠はお送りしていこうか。まあ、そこまでが、今回の伊豆ドライブというかね、まあ、春の伊豆のドライブっていう感じになると思うんで、今時間が11時2分。まあでも半日でなんとかよかった。半日で終われそう。はい。でこのね道路もね途中でまた新しく作ってんですよね。もうちょっとあの下の方っていうか、あの三島スカイウォークのらへん、あの辺ねまた道が良くなるみたいですね。またそれができたら来たいとは思ってたんですけど、多分年内にはできるような話を聞いたような気がするんだけどな。どうだっけ。あと話変わりますけど、あの中部横断道もね一応今年の開通にはなってるけど、多分もう秋か冬ぐらいまでかかるんだろうな。まあまあかかると思いますね。よいしょ。前のナンバーは横浜。やべえ、全然ね視力が落ちたな俺、見えない。やべえ、ジジイになったな。やべえ。昔は 1.5 もあったんですけどね、今はないっす。で後ろに、ね、バイクさんがいるんですけどね、多分 MT-09 っていうのかな、おそらくそのバイカーズパラダイスでレンタルしてるんじゃないかな。さっきいたんですよ実は。ですごく接近してきたり離れたりしてるんで、多分そうでしょう。どうやって帰ろうかな。高速を使わずに帰ってもいいけど、まあその部分は動画にはならないと思います。多分雑談動画もやっていかないな、もう疲れてる。疲れてしまった。まああんまり僕の雑談も視聴率良くないから。うわめっちゃ腹減った、何も食ってません。お昼になっちゃいました。昼までには家に着きたいから、もうこれは高速使って帰っちゃおう。なんか食えばよかったな。毎回こんなもんですね僕は。前のナンバーが見えないよ俺、やべえな。数字とかは見えるんですけど漢字が読めない。読めないっていうか見えないですよ。ちょっと中途半端な速度だな。そのこの前に走ってる車が初心者マークですね。ちょっと走りづらいっす。
外れ、ブレーキ踏み踏まれまくり。でもまあいいや、降りよう、このまま。もう時間がないから。でもね、意外に富士山は見えてるんですよね、ずっとね。ちょっとその前の初心者がね、ちょっとね、ダメすぎる。ダメ、下り方が分かってない。全然見えなかった、今抜いてったバイクが MT-09 だと思うんですけど、ひょっとしたらレンタルじゃないかなとかちょっと思ったけどね、違うかもしれない。お、すごいね、もやってるね。まっすぐ行くようになるんですよね、確か。あれもう変わったのかな。あ、変わったわ、新しい道になった。いつの間に。あ、もう完成してたんだ。早っ。これね、新しい道なんですよ。で、ここが戻ってきたのかな。ここね、あの上りはね、1車線だったはずなんですよ、この辺はまだ。で、真正面にね、ちょっと見えるかな、あの三島スカイウォーク。うん。新しい道になるとそっち通んないんですよ。今どうかな、もう通んないのかな。あ、通んないね、これ。あ、新しくなったんだ、知らなかったよ。三島スカイウォーク通んないもん。でもまだ道作ってる感じだね。いや、だいぶ変わったね。まだこれ本当はまっすぐ行くんだね、きっと。ここが前のカーブ？あ、違うか。あ、そうだそうだそう。ここがね、スカイウォーク。なるほど。途中まではできたんだね。で、もう一回さっきのとこね、まっすぐ行けば、今度はね、あのこのスカイウォークを取んないことになるんですよね。なんで、より安くはなると思うんですけどね。ここね、結構危ないですよ。で、ここの交通量減ればより安いと思うけど、実際寄って楽しいかって言われたら微妙ですからね。まあ一度ぐらいは行ってみたらいかがでしょうかって感じで。おう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 、大丈夫かな？なんか落ちてたけど。くぐった。車庫端になったらアウトだったな。で、この道はね、通らなくなるんですよね。新しい道通れてよかったな。ほらほら、今ね、ここね、あそこのところが開通したらこうまっすぐ行けるんですよ。なんでもうあれかな、上りはずっと2車線になるのかな。相当変わりましたね、箱根峠も。昔はずっと狭かったんですよ。ほらほら、
おお。で、新しくできればまっすぐ行けるようになりますね。いや、だいぶ変わるね、これ。案外早かったな。そろそろ下の方まで降りてきたかな。前の車も相当人乗っけてるね。なんだっけ、車種忘れちゃったけど、すげえ乗っけてるぜ。だからなんか段差でぴょんぴょん跳ねてる。よしよし、だいぶ降りてきたって感じです。乗っけてどこ行くんだみんな。シエンタだ、シエンタだっけ。なるほど。確かにこれちっちゃいけど3列なんですよね。かなり狭いと思うよ後ろ。ぎゅうぎゅうに乗ってる。街の方はだいぶ霞んじゃってますね。どうしようかな、ガソリンは入れて帰ろう。はい、伊豆縦貫道に入ったらエンディング撮りたいと思います。まあ、そこまで回していこうか。峠変わったわ。この辺も広くすんのかな。昔はね、本当でかいトラックによく引っかかったよね。結構な大型トラック通りますからね、トレーラーとか。もうすぐでオドが2000キロに行きそうです。案外遅いっすね。1000キロまではもう1ヶ月経たずに行ったんですけど、案外行ってないからね、どうで。まあ、冬場になったし、まあ、忙しいってのもあったから。ぼちぼちエンディングを撮りながら行きますか。でも川津桜はね、本当良かったですね。一番いい時に行けたな。しかも空いてたし。でこれから行こうと思ってる方はちょっともう遅いかもしれない。もうこの動画が配信されてる時はもう遅いかもね。この辺も綺麗ですけどね。もうちょっと下るはず。前の車は化石祭みたいな感じで。やばいんじゃない。すぐで伊豆縦貫道です。それに乗って高速に乗れればね、もうだいぶ早いと思うんで、早く帰れると思います。ちょっとね、素材の VTR を作りたいんですよ。あの無言のなんで、高速は喋らずに行きます。なんで
まあ、伊豆中間と入ったらエンディングとしたいと思いますね。で、伊豆スカもね良かったしね、その伊豆スカに乗るまでの道もね割と悪くなかったですよね。海沿いを走れて、はい、ここが伊豆縦貫道ですね。はい、はい、ここは待った方がいいな、危ないな。あ、そっちがフルーツパークってやつか。はい、行ってるよね。はい、それではね、いかがだったでしょうか、春の伊豆のドライブ。僕は割と最高でした。気温もちょうどいいし、暑からず寒からず、まあちょっと寒いのもあったけど、まあまあ良かった。まあ、天気もそれほどびっくりするほど良くなかったけど、富士山は見えたんで良かったんじゃないでしょうか。はい、伊豆縦貫道乗りました。まあ、ちょっとね、あ、なんか右側ゆっくり走ってるな、だからゆっくり走ろう。はい、というわけで、はい、ここまでねご視聴していただいた方っていうのは数少ないと思いますけど、どうもありがとうございました。お疲れ様です。はい、ではね、またお会いしましょうね。はい、ではね、今回はここで失礼します。ご視聴ありがとうございました。よしよし、またお会いしましょう。最近ねエンディングよく噛むんだよね噛むというか、ね、何言ってんだみたいな、はい、はいはい、よしよし、わあ、ありがとう。